おじさんは大事な用事があるんだ。通信塔、あそこだな。どうして一人で？パパとママは？パパとママはいない。気がついたらここにいたの。何も覚えてない。この子も被害者の一人というわけか。俺が怖くないのか？おじさんはいい人。気をつけろ。お嬢ちゃん、名前は？ナタリア。ナタリアか、いい名前だ。俺はバリーだ。バリー。ああ、いい名前だろう。ここを抜けるしかなさそうだな。ナタリアを置いてはいけんな。報告にあったか。そこにも何かいる。どうしてわかる？感じるの。なんとなく。あまり無理するなよ、ナタリア。危ないぞ。平気、怖くないから。ナタリア、ここは俺に任せろ。登れるか？大丈夫。穴がある。ここは管理室か？気をつけて、床に何かいる。上出来だ。
やれやれ、行かれた場所だ。通信塔まであと少しだな。この辺りに見覚えあるか？ダメ、覚えてない。そうか。もうすぐだ。大丈夫か？うん、平気だよ。鍵がかかってる。どうしよう。鍵を壊さなきゃいけない。その辺に使えそうなものはないか？よく頑張ったな。離れるなよ。何かいる。下がってろ。どこに消えた？どうした？何か動いた。そうだ、下がれ、ガタリア。こんなやつ報告になかったぞ。この島は完全に行かれてやがる。気をつけろよ。もしかしたらまだいるかもしれないからな。やっと抜けられそうだ。あの化け物ども、ウロボロスウイルスの特徴があった。ウロボロス？恐ろしいウイルスだ。2年前に悪い奴らがアフリカでばらまいた。しかし一体誰がこの島に持ってきたんだ。奴らだ。やっと見えてきたな。通信塔はこの先だ。
扉をぶち破るしかないな。向こうにもいる。やれやれ、大歓迎じゃないか。これでクレーンが動かせるはずだ。開いたな。行くぞ、急げ。大丈夫か。やれやれ、遠回りしたな。最悪だ。